さあアジア諸地域の紛争第三回目です今回も東南アジアなんですが今回はインドシナ半島以外ベトナムカンボジアラオス以外の東南アジアの国々を見ていきますこれらの地域でどういう民族紛争や宗教紛争があったのか見ていきましょう今回のポイントは大きく二点ございますまずはこの二つのポイント確認していきましょう一点目がこちら 開発独裁の行き詰まりフィリピンやインドネシアで見られた独裁の終焉この開発独裁を終わらせるきっかけは何だったのか見ていきますそして2点目がこちらですマレー半島内部の民族対立現地マレー人と華僑の対立マレー半島の対立とそしてこの華僑の動きを見ていきますさあ今回は この二つのポイントに沿ってインドシナ半島以外の東南アジアを一緒に勉強していきましょうポイントの一点目です開発独裁の行き詰まり当時の東南アジア一体何があったのか見ていきましょうさあ皆さんまず最初に紹介する国はフィリピンですこのフィリピンなんですけれども第二次世界大戦後 正式な独立を獲得そしてその戦後のフィリピンを率いたのが今写真で出ている人物マルコス大統領でしたちなみにこのマルコス大統領は彼も開発独裁の政治と言われます反共親米派路線を徹底しフィリピンの戦後復興戦後の経済成長のために独裁権力を握った大統領だったんです。 ところが実際にマルコスの時代にフィリピンの経済は上向きになるかと思いきやあままり成長しませんそのため反政府運動の高まり民主化を求めて反政府運動が高まったりし,たんです、ね、しかもそれに加えてこのマルコス政権の時からフィリピン内にいる少数派のイスラーム教徒たちが「俺たちを独立させろ!」 俺たちはお前たちと違うんだという形で抵抗運動や武装テロなどを行っていたんです最終的に民主化運動の高まりもあり結局マルコス大統領は失脚していきます単純に彼の政治が下手だったからそれだけではなくてイスラーム勢力の武装闘争というのもあったということを覚えておきましょうそしてフィリピンの次がこちらですインドネシア インドネシアは第二次世界大戦後独立を果たし初代大統領にはスカルノ大統領がついていましたところがこのスカルノ大統領はクサンジュ事件をきっかけに権力を失いインドネシア内の軍部保守派が実権を掌握するようになりますそしてこの時の指導者がスカルノの次の大統領こちらです ス・ハルト大統領と言います名前が似てます気をつけましょう初代大統領はスカルノその次がス・ハルトと言います今皆さんの前に写真で出てきた人物彼も反共親米路線を徹底していきます例えば彼が大統領に就任する前に東南アジア諸国連合というのを結成しますベトナム戦争が終わった後 東南アジアの社会主義化を防ぐために作られた組織がこの東南アジアジ諸国連合しかし次第に反響的な色合いは薄れ経済協力組織ととしてての色合いいを強めていくことになりますそしてこのスハルト大統領も長期にわたって開発独裁という形で独裁政治を行っていたんですがインドネシア内で 徐々に徐々に独立を求める動きというのが出てきたんですなんと東ティモールやアチェこれらの地域でインドネシアから独立を求める動きがあったこのようにインドネシア内部にも こういう対立というのが生まれていったんですそして最終的にスハルト大統領はアジア通貨危機の混乱を収束できずに退陣していきますフィリピンと同じようにインドネシアにも東ティモールアチェといった独立を求める新たな動きがあったんですこのように民族対立および宗教対立というのが 東南アジアにも顕著に見られたということですポイントの二点目ですマレー半島内部の民族対立ですさあ皆さんまず現在ではマレーシアと呼ばれている国なんですけれども第二次世界大戦後イギリスからマラヤ連邦という形でまず自治領として 登場していきますそしてこのマラヤ連邦にシンガポールなどの周辺地域元イギリス領というのを含めてマレーシア連邦として歩んでいくんですねそしてこのマレーシアの政治の特徴がこちらでございます現地マレー人を優遇する経済政策貧富の差を解消することが目的となります しかしここで浮上したのが民族対立です現地マレー人を優遇する政策に対して実はこういう連中が反発したんですね。華華って言いますこのというのは中国系の人たちです。 かつて中国から東南アジアに渡ってきた人たちこの華僑がマレー人ばっかり優遇しやがって俺たちのことはどうでもいいのかそしてこの華僑というのは経済的に成功したた人が多かったんですマレーシアの政治に不満を抱いた華僑はなんとマレーシアからの独立を目指しますそれがこちらです。 シンガポール1965年シンガポールが分離独立していきますマレーシアから切り離されたんですそうこのシンガポールこそ華僑が中心となった国なんですそしてこのシンガポールは独立後経済的に急成長していきますなんとですね新興工業経済地域 これをニーズと言います。S は大きく書いてもちっちゃく書いてもどちらでも構いません。新興工業経済地域ニーズの一員に加わります。発展途上国の中から急速な工業化に成功、そして高い経済成長率を実現した国や地域のことをニーズと言うんです。アジアで言うと。 韓国台湾香港シンガポールこれらの国地域では急速な工業化そそしてれれに伴う高い経済成長率が見られたんですこのようにマレー人を優遇するマレーシアに対して華僑が立ち上がって独立を獲得していった武力衝突こそはありませんでしたが その根底には民族の違いというのがあったというわけですさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう今回はインドシナ半島以外の東南アジア中でもインドネシアフィリピンそしてマレーシアこれらの国々を見ていきましたポイントの一点目では まず開発独裁の行きき詰まままりを見ていきました、ま、ずフィリピンなんですが第二次世界大戦後開発独裁を進めたマルコス大統領彼は反共・親米路線というのを取りフィリピンの経済発展を目指して独裁をしていました。ところが実際にこのマルコスの時代にフィリピンは経済成長することができずに 民主化要求運動の高まりやイスラーム武装勢力が活動を展開するなど宗教対立にも悩まされていたんですそしてインドネシアでは初代スカルノ大統領の失脚そして第二代大統領にスハルト大統領が就任しマルコスと同じような反共親米路線を取ります しかしこのスハルト大統領もインドネシア内の独立運動を抱えたりさらにはアジア通貨危機が発生したことでこれに対応できず結局退陣していきますさらにポイントの二点目がこちらですマレー半島内部の民族対立です第二次世界大戦後まずマラヤ連邦という形で イギリス連邦内の自治領として独立を達成その後周辺地域を加えてマレーシア連邦と名前を変えていきますそしてこのマレーシア連邦は現地マレー人を優遇するための経済政策をとったしかしそれが過境の反発を招いたんですそしてその華僑を中心とする地域が シンガポールとして分離独立を果たすなど武力衝突は見られませんでしたが民族対立がそこには潜んでいたそしてそのシンガポールというのは新興工業経済地域略称ニーズ発展途上国の中から急速な工業化に成功し 高い経済成長率を誇った国や地域の一員になっていきますこのようにインドシナ半島以外の東南アジアには東西冷戦の対立というのがほとんど影響を見られませんでしたがその分民族宗教の違いから対立というのが生まれていったんです。さあ この次の授業では、舞台は南アジアに移ります。インド、パキスタン、スリランカで見られた民族、宗教対立を見ていきましょう。